愛媛 CATV かけ放題も訪問サポートも全部込み込み、ケーブルモバイルの安心スマホパック。5月26日、松山市道後町の県民文化会館2階の真珠の間で福祉就職セミナー、福祉介護のジョブフェス2024が行われました。これは愛媛県福祉人材センターが主催する就職希望者に向けたセミナーで、福祉の魅力発信や県内の人材確保を目的としたものです。この日は県内の福祉や介護に関する施設52の事業所がブースを出展、実際の現場についての説明や相談ブースなども設けられ、来場者たちは熱心に耳を傾けていました。初めての参加だったんですけど、やっぱりいろんな企業さんがあって、自分が行きたいところもあったので、やっぱりなんか参加してよかったなっていうふうに思いました。福祉の分野でも様々な企業さんがいらっしゃるので、こうして福祉の就職セミナーに参加できてとてもいい経験になりました。今回出展してみて、で新しい学生さん、今年卒業される学生さんと話をしてみて、本当になんか意欲を感じました。なんか質問してくる内容もなんか未来に向かってキラキラしているというかの感じたので、その子たちのその人たちと一緒に、ね、仕事したいなというふうに思いました。ぜひですね、明るい介護の未来だと思うので働いていただきたいなというふうに思いました。この福祉介護業界はやっぱりますます今後高齢化になっていく上で、介護人材、人手不足となっております。本日のこのイベントを通じて、お一人でも多くの方がいい、事業所、自分が会った事業所に勤めることができることを一つのきっかけとなればと思っております。事業所の方と直接話すことができ、実際の現場を知るきっかけとなったこのセミナー、自分の将来について考えられる良い時間になったのではないでしょうか。